はい、どうも、社畜です。本日も島訪問やっていきましょう。で、ホゲホゲ島っていうところに来ております。さあ、果たしてこの島、どういう島なのか、非常に楽しみなところですね。で、どうやら夜になってるのか。お、ライトアップされてる、めっちゃ綺麗だった。はい、ってことで、早速島を見ていきたいと思います。で、先導してくださるそうなので、後ろついていきましょうか。おー、夜だから街灯がめっちゃ綺麗ですね。さあ道なりに進んでいきましょう。道路は石畳か、結構珍しいですね。最近はね、和風とか洋風とかの島が多かったせいか、石畳の道はかなり久しぶりな気がする。で、こちらにやってきたわけですが、どうやらここは休憩スペースみたいです。で、ここから住宅街に入っていくと、おタコの住民がいるね。さあ、こちらに住宅街が広がってるようです。なんか個性的な住民が多いな。さあ、住宅街を隅々まで見ていきましょう。住宅街の真ん中にどうやら噴水があるみたいですね。噴水を起点として住宅街を形成しているみたいです。さあ、道が分かれていますが、どちらに行くのか。お、左の方に行くみたいです。で、こちらなんですが、どうやらキャンプ場になってるみたいですね。滝のとかいいね。お、上に行ったらキャンプ場ですということで、あ、ここもキャンプ場になってるんだ。なるほどね。で、右の方には、おお、スポーツ施設がありましたね。ここで卓球だったりとかビリヤードとか様々なことができます。で、崖の上にはスズランが咲いてますね。さあ、住宅街に戻っていきましょう。そして夜の住宅街が幻想的すぎる。街灯がめっちゃ綺麗ですね。さあ、今度はどこに行くのか。道なりに進んでいくと、お、化石がいっぱい飾ってあるね。ってことは、この先は、ああ、やっぱ博物館なんだ。さあ、奥に進んでいくと、どうやら博物館があるみたいです。で、ここだけで坂が4つも使われてるんか。お、ライトアップもされてるね。さあ、博物館にやってきました。低木も所々に使用されてますね。で、横に抜けていくと公園がありました。さあ、休んでいきましょうか。いやー、ずっと歩きっぱなしだからな。たまにはこうやって休んでいかないといけないよ。博物館の横には、お、なんか面白そうなところに来たぞ。うわー、すごいな。めちゃくちゃ賑やかですね。なんだここ。あ、歓楽街みたいです。すさまじいな。で、道路はどうやら前デザインになってるみたいです。おお、こういうところまで再現してしまう、これはすごいぞ。さあ、歓楽街を抜けた先には果たして何があるのか。すごいね。最近歓楽街を作ってる人割といるんですが、その中でも相当大規模です。で、こちらなんですが、どうやらゲームセンターになってるみたいですね。ゲームセンターの規模も相当でかいよね。しっかりと受付も作ってるみたいです。で、ゲームセンターを抜けていくと、お、なんかお風呂があるね。いいじゃん、入っていきたいですね。ライトアップされてるせいか、夜のゲームセンター綺麗すぎでしょう。さあ、ゲームセンター全体はこんな感じになっております。非常にすごいですね。崖の上にもいろいろあるのか。はい、ってことで戻っていきましょうか。さあ、歓楽街を戻っていきます。いや、マジでさ、ここの歓楽街すごすぎ。で、今度はどうやら和風エリアになってるみたいです。さあ、どんどん進んでいきましょうか。おお、めっちゃ綺麗だね。五重の塔もあるよ。最近さ、水の上に五重の塔を浮かべてる人結構いるよね。気品のあるママ。さあ、どんどん進んでいくか。安穏が綺麗ですね。で、こちらに行きますと、
今度は温泉があるみたいですね。ここから温泉街かな。今来た道をどうやら戻っていくみたいです。で、ここをまっすぐ進んでいくとまた飛行場に着きますね。お、シャンクがいるね。次はクラブです。ライトアップされてるね。めっちゃパリピーな雰囲気がする。で、この小人たちはおそらく客を見立てて配置されてるのかなと思いますね。で、店員さんもなんかね、めちゃくちゃインパクトのある姿をされてますが、これは大丈夫か。ここにもお薬があります。さあ、上の道をどんどん進んでいきましょう。で、こちらなんですが、どうやら果樹園になってるみたいですね。あれ、果樹園に行くんじゃないんか。あ、果樹園に行きますよね。バーバラさん、さてさて、この先には果たして何があるのか。なんか雰囲気がガラッと変わりましたね。なんだろう、ここ。おほ、すごいところにやってきたぞ。屋敷です。果たして誰の屋敷だ。ちょっと待って、ちょっと待って、すごいものが左右に置かれてるが大丈夫。なんか魔女の家みたいなところにやってきましたね。家の中にやってきました。で、家の中はこんな感じになってるんですが、すごいな、占いの館みたいな感じだ。これはまさか占ってもらえるのか。あ、右と2階は未開拓って話みたいです。ではですね、残りの部屋を見ていきたいと思います。奥の部屋にやってきました。おや、ここはなんだ。まあ食事をするところっていうのはわかるんですが、異様な雰囲気がするぞ。またここにも骸骨が置いてある。で、向こうには五右衛門風呂があるのか。おそらく大きな釜を見立てて配置してると思いますが、まあここはおそらく食事を作るところですよね。さあ、全体こんな感じになってます。何、ここでノームが食べれます。やべえよ。あ、ノームっていうのはそこにいる小人のことですね。さあ、左の部屋にやってきました。こちらなんですが、どうやら寝室になってるみたいです。めちゃくちゃおしゃれな寝室だな。オフスペース、地下にやってきました。こちらなんですが、どうやらバーになってるみたいです。おー、いいね、おしゃれなバーって雰囲気がして。めっちゃスロット回ってるな、左の方。すげえ。さあ、バー全体はこんな感じになっております。ゲームをできるバーですね。ゲームバーってやつか。そういえばゲームバーって一度も行ったことないな。こんな感じなんですかね。はい、ってことで屋敷から出てきました。すごいところでしたね。なんだここ、めちゃくちゃ作り込まれてる。 CM でもこういう場所ありましたよね。懐かしいな。見どころは以上なので、あ、そうなんですか。っていうことはこれで一通り終わりかな。好きに巡ってくださいとのことなんで、まあ、せっかくだから島をね、ぐるっと回っていきましょうか。ありがとうございました。そういえば砂浜の方に行ってませんでしたよね。お、何か置いてある。おしゃれな空間ですね。で、モアイ像が左の方には置かれてると。船虫もいるね。で、海岸沿いを歩いていきましょうか。で、ここはクラブですね。さっきのところに戻ってきました。はい、ということで本日の動画この辺りで終わっていきたいと思います。まだチャンネル登録お済みでない方がおられましたら、ぜひこの機会にチャンネル登録をよろしくお願いいたします。あとはですね、島訪問専用の再生リストも作っておりますので、もしよろしければそちらの方も見ていただければ幸いです。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。